アニエラフェスタは、長野県で開催されている漫画、アニメ関連のイベント。長野県塩尻市のアニメグッズ会社、アニエラが中心となり、長野県発の野外アニメソングイベントとして2017年より開始。2018年には会場を、作詞駒場公園に移し、コスプレイベントや、フリーマーケットも展開する。詳細情報出演者詳細情報2020年に、 アニエラフェスタ2020として開催を予定していたが新型コロナウイルス感染症拡大の影響により延期を発表その後2021年6月23日に長野アニエラフェスタ20 202022 0 21として2日間構成に拡大し再開催を発表感染症対策のため収容人数5000人以下コスプレイベント中止や来場者数把握のため従来 無料としていた DJ パフォーマンスを中心としたファントムステージも有料開催としさらに8月31日に収容人数を3000人以下、作退来期から会場までのシャトルバスの運行、不織布マスクの配布といった感染対策の強化を発表していた。しかし医療関係者からの抗議を受け、長野県や作市と共に協議を行い、感染リスクの増加や、 医療逼迫を懸念する形で中止の判断に至り、9月3日に中止が発表された。長野県と佐久市は財政支援を行い、佐久市長は今後の共済事業の検討を表明しているほか、アニエラはキャンプファイアにて運営費調達を目的に、イベントグッズや地元特産品を返礼品としたクラウドファンディングを実施。5000人熱狂アニソンフェス作で、 歌手23組が盛り上げ品の毎日新聞2019年9月18日長官 ABCDE 長野アニエラフェスタ202021支援プロジェクトキャンプファイヤーハットアニソン野外フェス長野アニエラフェスタ202021初の2デーズで9月18日19日に開催決定ピア株式会社 新型コロナウイルス感染症対策への取り組みについて長野アニエラフェスタエビーフェス問題に対する一つの処方箋、谷畑英語開催中止に関するお知らせ長野アニエラフェスタありがとうございます